全盲女子の波平丸です。今回もいつも一緒に動画を作ってくれているカズヘイタさんからトークテーマが届いてますので、このアップルウォッチで見てみましょう。 You are 波平丸ちゃん、カズヘイタです。波平丸ちゃんは色を自分なりのイメージで認識しているそうだな。赤はこんなイメージ、青はこんなイメージと頭の中で作り上げて、では柄とか模様はどうなんだということで、今回のテーマは色と思わせておいて柄、模様だ。洋服、小物、インテリア、さまざまなものに柄とか模様はデザインされている。チェック、ストライプ、バーガイル、千鳥格子にペイズリー、他にもいろんな種類があると思うが、やっぱり身の回りのものは自分のお気に入りを選びたいよな。色と違って形があるから言葉の説明だけでも分かりやすいし、凹凸がついてるものを触って確認することも可能なんだろうと勝手に想像している。では実際波平丸ちゃんはどう認識してるのか、好きな柄や模様も公表しながら聞かせておくれ。はい、そうですね、私見えていた経験がないので、色っていうとね、想像するしかなくって、よく色ってどんな風に認識してるんですかって聞かれるんですけど、今回は柄とか模様がテーマなんですね。そうですね、私は考えてみるとあんまり柄とか模様っていうのを意識せずに生きてきたかなという気がしますね。もちろんね、触ってわかるものもあるし、言葉で説明してもらってわかるものもあるので、色よりはわかりやすいかなというところはあるんですけど、で、まあ手で触って面白いなとか可愛いなって思うことはあるんですけど、何かそれを、ね、物を選ぶときにこういうのがいいとか考えることってあまりないような気がしますね。なので、まあ、好きな模様とかっていうのも難しいんですけど、何の話をしようかなっていろいろ考えていて思い出したのが、子供の頃のことですね。展示でいろんな模様を作ってたんですよね。なんか展示で模様を作るっていう本があって、いろんな形が載ってたんですよね。例えば展示って6つの点で構成されてますけど、その6つの点全部を打って、もう紙一面点で埋め尽くして畳目みたいな模様にするっていうのもあれば、なんか十字架みたいな形を作るっていうのもあったり、波のような形を作るっていうのがあったりして、なんか触って楽しいので自分でそれを打ってみるっていうのが、なんかすごく楽しくて夢中でやってましたね。そんなことを思い出しました。で、そう、展示っていうとですね、私たちからすると文字ですけど、なんかこう文字として何が書かれてるかを知らなくても、なんか見た感じちょっと模様のように見えたりもするっていうのを聞くんですよね。で、以前よく参加していたイベントで展示アートっていうのをやってて、展示を取り入れて作品を作っていこうっていうもの で、私が参加して面白いなと思ったのが、展示入りのチョコレートを作ろうっていう企画で、まずこう展示で自分の入れたい言葉
を決めて、でその点字を入れた感じの型を作るんですよね。でその型にチョコレートを流し込んで固めると、チョコレートに点字が表示されてるみたいなのをやって、なんかこういう展示の楽しみ方もあるんだなと思って、なんかね、普段展示っていうと視覚障害者の文字でこう使ってる人ってそんなにいないんですよね。視覚障害者自体少ない中で展示使用者っていうと、もう視覚障害者の1割とか言われていて、特に今は点字知らなくても、まあ、なんとかなる、こう、ね、パソコンとかも使えるからなんとかなるっていうことで、あえて勉強されない方も多くなってきてるかなと思うので、点字を使う人って少ないですけど、こんな風にね、みんなで展示っていうものを共有できるっていいなぁと思ったのを覚えてますね。そうですね。あと模様って考えてて思い出したんですが、雨模様って言葉ありますよね。皆さんどんな意味で使われてます？なんか雨が降ってる様子のことを言うのかと思ったら、これ違うんですよね。今にも雨が降り出しそうな空の様子のことを言うんだそうですね。雨模様、これはちゃんと覚えておこうと思いました、というお話でした。今回は模様についてですね、お話ししました。最後まで見てくださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価などお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナミヘイマルでした。